スパイダーの初期配置スパイダーは、ソリティアの一つである。二組のデッキのカードを使用する。はじめに54枚のカードをバフだとして10列に配る。その際、各列の一番下のカードは表向き、それ以外のカードは裏向きにする。残りの50枚のカードは10枚ずつ5組のカードに分けて、山札とする。カードの移動ルールは一番下段のカードより1少ない。 数字のカードをその下に並べることができる。数とが同じカードが連なる場合は一組として動かしてもよい。A から K までの同数とのカードが連なったらその13枚を一組として組札に動かす。移動によって列に表向きの札がなくなったら一番上のカードを表向きにする。動かせなくなったら山札から一組10枚のカードを 確列に1枚ずつ一番下段に表向きに配る。この時、確列に1枚以上場札がないと引けないルールもある。これらの操作を用いて2組4スートのカード13枚を全てグミ札に動かした場合成功となる。マイクロソフトウィンドウズにはスパイダソリティアの名で付属している。難易度が初級、中級、上級の3種類あり、使用されるスートの数が異なる。 初級はスペードのみ、中級はスペードとハートの二つのみ、上級は四つすべてのスートが使用される。中級から上級でスートの数が急に増えるからか、ゲームによっては、中級と上級の間に中間として三つのスートを使うモードが用意されている場合がある。このモードでは、スートの種類を自由に選べるほか、スートの数も一つや二つにすることが可能なため、初級や、 中級の色違い版をすることも可能。ありがとうございます。